きもコメント欄に普通博物館に行ったらいいよっていうコメントがたくさんいただいたので、今日は行こうと思います。行こうと思いますっていうか、鉄道博物館さんに撮影許可を取ったところ、なんとなんと撮影許可をいただいたので、今日はそちらで撮影していきたいと思います。ありがとうございます。よかった、許可いただけて楽しいですね。じゃあ行ってみよう、せーの、レッツゴー。はい、ということで到着しました。こちらが鉄道博物館の直通になっている鉄道博物館大成駅です。ここの改札を出てまっすぐ進んでいくと入り口に出ます。この進んでいく道にもこういう電車の歴史的なものが刻まれております。まだ入り口にも到達してないんですけど、もうすでに電車のいろいろなものが置いてありました。中に入るまででも時間がかかりそうな感じがします。ここが入り口ですね。ここで買うんだ。一般1600円。お、安い。ここでチケットを買ってついに入館していきたいと思います。ということで中に入っていきましょう。すごく綺麗なロビーっていうのかな、チケット売り場っていうのかな、受付っていうのかな、エントランスか。綺麗だよね。で、なんか創立何年なんですかって言ったら2007年に建ったそうです。本当に17年経っているのかなってくらいピカピカでした。建ったばっかりなんじゃないかっていうぐらいすごく美しい。入ってこっち、まずここに行ってみましょう。車両ステーションでございます。お手洗いはあちらです。すごいかもしれない、すごすぎるかもしれない。なんとこちら初代の機関車だそうですよ。早速これがお出迎えっていうのがもう激アツですね。駅みたい。なんだこれ、すごすぎるぞ。いやもう本当にここが駅なんじゃないかっていうぐらい電車の数がものすごくて、もうすごかった。こんな感じでいろんなところに車両がボコボコ置いてあるんですけど、中をちらっと見れたり中に入れたりもします。ちなみにサイズ感はこんな感じ、めちゃくちゃでかいです。これ次15時になったら回るらしいです。がぐるーっとは見れたらいいですね。この電車には車窓の外が見える映像が映ってるらしいんですよ。すごい、もうジブリみたい。これかな、ちょっと停車中かもしれない。あ、動いた動いた、揺れるよ揺れる。すごい動いてる感覚になる。ね、いい揺れるか。動いてる動いてる動いてる、本当に動いてる。すごい。まだ今乗れば間に合う。ね、早くね、俺も10。めっちゃ綺麗。サッカーコートだ。たまらないです。なんか本当に電車に乗ってるみたいでちょっと酔った。
うわぁ、やば、懐かしい形の新幹線だ。初代新幹線の中はどうなっているんでしょうか。乗ったことないからな。今はハヤブサとかがやっぱね、よくハヤブサとかには乗ってるんですけど、わー、あ、でもやっぱ3両と2両は変わらない。あ、カーテンついてる、いいな、それぐらいの人。ただやっぱりここの机とかはない。あ、直帰にはあるんだ。ちょっと座ってみよう。座り心地はどうでしょう。あ、なんかすごいボイボイするボイボイする。あ、でもなんか尾てい骨骨折してる側からするとなんかこっちの方がお尻には優しいかもしれない。なんかもやもやしてて、しかもなんか足元広い気がする。こんな感じですね。こんな感じ。トイレは、お、結構広い。洗面台はこんな感じ。お、男性トイレはこんな感じ。ちょっと見えないか。薄い。全然すごいいいね。あ、ちなみに新幹線の下も見えるっぽいです。え、どうしようかさ、電車がもっともっといっぱいあるんだけど、一個ずつずつ全部紹介してると本当に5時間ぐらいの動画になりそうなんで、ちょっと大まかにね、スタッフさんがついてらっしゃるので、スタッフさんにいいやつをピックアップしていただいて紹介していきます。あの電車ね、当たるあんまり詳しくはないんですけど、まあ、よくは乗るんだけどね、楽しいよ。電車知らなくても本当に楽しい。ワクワクが止まらない。ちょっと誰かお友達いたら本当に一緒に連れてきたい。次は南館に連れてってくださる。ランチトレイン。え、ここご飯食べれるんですか。食べれます。うわ、なんかすごい人がいっぱいいる。あ、早うさ早うさ。これもう最近アタローが岩手に行くときにもうずっと乗っているハヤブサですよ。一番いい席のハヤブサこうなってるんだって。初めて。いつも指定席の安いやつに乗ってるから。新幹線がこんなに近くに触っちゃった。やばっ、カンカンカンって音がして。なんか来るんですか。シミュレーションみたいな。そこでやってるんだ。ここ無料で切符を買って改札を通る体験ができる。うわ、ちょっと一番高いんです。本当にできるじゃん。うわ、久しぶりに切符を通すよ。最近ずっとスイカだったからなんかちょっと久しぶりな感じで思い出した。うわ、これ持って帰れるんですね。あ、やばいやばい、あ、やばい記念に記念に。うわ、これは絶対来たら持って帰った。ここでは新幹線の運転だったり在来線の運転のシミュレーションができるそうです。ただ当選者のこっちもちょっと待ちますけど、やりたい人はぜひ並んでみてください。ちなみに山手線とか高崎線、京浜東北線のシミュレーションができるみたいですよ。
すごい。こっから多分チケットをこう買ってたんですね。レストランがあります。ちなみにメニューはこんな感じです。食べよう。うわ、なんか美味しそうなのいっぱい。うわ、なにこれ、超美味しそう。これこんなジブラでも美味しそう。なんか食べたいのある、はい、これを食べながら、あの窓の奥に本当に電車が走ってる線を見ながら食べれるので、あそこ、あれあれあれ、今度この2階から渡り廊下を渡っていくと、さっきの電車がいっぱいあったところの像の上から見れるそうです。楽しみです。本当にすごい、こんな感じ。なんか例えるとハリーポッターの9と4分の3番線みたいな、ちょっと暗い感じがもうたまらない。ここにもレストランがありました。ここは電車の中でご飯が食べれるちょっと高級めなレストランだそうですよ。メニューはこんな感じ。カレーとかオムライス。あーもうすごい。見てください、これ博物館ですよ。車のジオラマ。リアルすぎてやばいね。この細かさ。人たちが。電車の中も超細かい。あ、雰囲気ちゃんと消えるんだ。すごいすごい、おーすごい。これジオラマだよ。すごいね。え、すごいすごい。お客様が写真にできるミニ運転レシピ。やば。線路のシステムが実際に鉄道と同じシステムになっているので、普通遊ぶだけじゃなくてやりながら学ぶっていう。マジすごい。かわいいエクスプレス。この新幹線ラウンジの一番奥がさっきバレやった映えスポット、おすすめスポット、一番近い新幹線が見えるスポットなので、ぜひ皆さん写真近くに撮れる人はあそこに行ってみてください。あ、来ました来ました。すごい。うわ、いいなこれ。じゃあ次はこのエントランスからさっき左に行ったんです、あ、右に行ったんですけど左に行きます。うわ、何これ、受付。お土産ショップもある。あ、駅弁。あ、やっててはやってるんですね。ここの駅弁でいろいろ買えるみたいですよ。美味しそう。これって持って帰れるんですか、入れ物って。あ、持って帰れるんだ。あ、結構完売してる。JR 絶対に乗ったら私が買うもの、水ゼリー。ここにも売ってる。神。これ電車に乗るたびに絶対に買うんです。ゲットゲット。え、なんかこれの違う味が出たっていう噂を聞いたんですけど。え、ありました。今、え、あります。ある。あるある。そこの自販機も見てみます。ある。
あれ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 あったあった抽選らしいんですけど、本当の電車みたいに走れるんですって。うわこれやりたかったな。でも抽選だからな。じゃあね。すごい、ほらミニミニ列車。あ、エクスプレスが帰ってきた。あの音まで再現されて、やばい。すごい。千葉県民はあのエクスプレスを毎日見てるようなんですけど、あの音たまんないね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。電車を知らない方でも本当に楽しめる場所だなと思ったので、ぜひ皆さんも来てみてください。それじゃあバイバイ。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。8月31日に開催します。23日からチケット数量や先着順です。先着順に販売するので、ぜひ皆さん急いでゲットしてね。いろいろな特典があります。クイズに正解するとステッカーがもらえたり、ビンゴ大会か丸罰ゲームの予定なんですけど、それで当たった人はアタローの私物とかアタローの解体とかアタローのサインとかいろいろプレゼントしようと思ってます。あと終わった後は全員無料でアタローとゲストの人たちと写真が撮れるよっていう時間を設けたいと思うので、ぜひ気になる人は参加してみてください。それじゃあバイバーイ。